殺人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 ですね、ヘブンズファミリーなんですけども、最近ですね、挑戦しようとしていることがありまして、皆さん、インスタグラムってやってますか？はい、インスタグラムやってる。もう、みんな絶対もっとやってるやろ、みんなあげてはるそのインスタグラムでですね、もちろんヘブンズファミリーもやってるんですけど、はい、そちらでですね、ヘブ歌っていうコーナーをやってまして、何をしてるかっていうと、カバー曲をですね、アカペラでヘブンズファミリーなりにアレンジしたやつをこう月に2回上げていってるんですよ。で、ね、今回ツイッターとかインスタでちょく初挑戦やります、はい、今回のライブ的なことをね、そうですね、言ってまして、はい、なんと今日、はい、ここで、はい、今から、はい、アカペラで、はい、メドレーをやりたいと思います。イエーイ、ありがとう。もうその名の通りアカペラですよ。そうですよ、もう曲なし、はい、僕たちの声だけ、はい、でね、何曲かこうやっていくんで、好きな曲とかあったらな、これいいですね、皆さんのなんか好きな曲がその中に入ってたらいいですね。あ、そうですね。ね、では心して聴いてください。はい、皆さん、絶対多分知ってる曲なんで。そうですね、はい、多分めっちゃ緊張してるよな。温かく見守ってください。あ、そうです、それが一番ですね。はい、お願いします。よし、では、聴いてください、アカペラメドレー。過ぎてく時も
どうぞ。やってない人見えてますよ。あ、いい感じ。いきますよ、今から。これグーです、グーです。グーですよ、はい。はい、チョキは。チョキは骸骨のチョキ。骸骨のチョキですね。後ろの方もやってくださいね。見えてますよ。あ、いい感じ。見えてますよ、やってる人は。はい、上手ですね。あ、いい感じです。はい、で、パーは。パーはゾンビのパー。イエーイ、いいですね。めっちゃいい点数。一回練習でジャンケやってみます。オッケー。練習のジャンケです。掛け声がちょっと違うんですよね。はい、ドリンクウォーターリーとジャンケンポンみたいな感じで。あ、そうですそうです。あ、なるほど。一回練習しましょうか、皆さん。一回練習でやってみましょうか。はい、あ、グーかな。はい、あ、いや、あの、もう一回あ、ジャンケンジャンケンを一回やってみましょう。オッケー、じゃあ、一回ちょっと練習ですよ。いきますよ、せーの。ドリンクウォーターリーとジャンケン。今、しんちゃんがグーなんで、チョキの人勝ちですね。そうですね、はい、そういうことになりますね。パーの人の感じ。あ、パーの人ですね、ごめんなさい。考えた人やのに、ごめんなさい。考えた自分が全然分かってない。え、ちなみにアイコは、アイコはなし。アイコはなしですね。アイコはなしにしましょう。ラブソンも参加しや。じゃあ、早速本番行ってみましょうか。仁義なき戦いでございますけども。やばい。やばい。やばいぞ。よっしゃ、2人だけなんでね。2人だけなんでね。行きましょうか。いいですか、行くよ。せーの、トリックオアトリートじゃんけんぽん。はい、あ、チョキの人が勝ってる。チョキの人は、はい、立ってください。立ってなくなって。わ、結構、あ、おいますね。後ろの方の人はどうします。うん、前に来てください、見えないな。ちょっと前に来てもらえます。ちょっとだけ。いい感じです、ありがとうございます。よし、いいですか。よし、いくよ。盛り上がってきますね。トリックオアトリートじゃんけんぽん。はい、グーのグーのチョキしたんですね。パンプキンヘッド、パンプキンヘッドの方は、あ、ちょっと少ない。でも、ママ買ってんの。さきちゃんのママが買っております。よし、はい、今どれくらいですか。1、2、3、まだ結構いるね。じゃあもう一回行こう。もう一回行きましょう。行くよ、せーの。トリックオアトリートじゃんけんぽん。チョキの方、チョキ、おーっと、はい、で、あと誰だ。で、あ、1、2、3、4、4名様で、あ、じゃあ4人で。じゃあ4人で最後ね、多分この、これか、多分この次ぐらい最後になるじゃないですか。はい、みんなでちょっと掛け声やりますね。ストーリングトリートっていう。え、これどうする。これ、まだしんちゃんと戦う。しんちゃん戦う。しんちゃん戦う。じゃあ行きます。みんなで一緒にやりましょう。せーの、トリックトリートじゃんけん。買った人ちょっと前に来てもらっていいですか。ちょっと待って、買ってる。1、4人ですよね。4人、あ、4人だ。次行きますか、最後。カメラも行きましょうか。よし、行くよ、はい、せーの。トリックトリートじゃんけんぽん。グーグー。あ、おー、2人じゃない。そうですね。どっち、どっちか。あ、ちなみにこれプレゼントと別に、あ、そうなんですよ、ヘブンズファミリーのステッカー入りです。イエーイ。携帯に貼ってください。はい、おめでとう。おめでとうございます。どっちがどっちがいい。どっちがいい。あ、大きい方。どっちがいい。大きい方あげて。大きい方あげて。はい、おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。どっかで来たら、今、カメラ。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみいただけましたか。イエーイ、ありがとうございます。ありがとう。めっちゃ頑張って選んだプレゼントです。そうですね。よっしゃ、はい、いい感じ。ということで、はい、このハロウィンゲーム、はい、終わりまして、はい、当たった方、おめでとうございます。おめでとうございます。もう最後になります。ありがとうございます。ありがとうございます。最後なんですけれども、その前に私たちのライブの告
告知を少しさせていただきたいと思います。やめときましょう。はい、はい、やりましょう。なんでやりましょう。明日はハロウィンで、はい、もう明日で10月終わりなんですけれども、11月12月とたくさん私たちの、ライブが立て込んでますね。立て込んでますね。いっぱい詰まってるんですよ。もうミルフィーユのようにね。あれ？そう、詰まってるから詰まってんな。もういっぱい詰まってるんですよ、うん、リハではいろいろなんか言うって言ってくれたの。なんかほんと白状なやつ。これあれやで、学園で言われるやつやで、後で怒られんで。そうですね、ミルフィーユに詰まってますけど、もうまさに今ミルフィーユやなって思ってましたもんね。そうですね、ですよね、はい。どっちかというと僕はあのトッポを浮かべてましたけどね、トッポのあの詰まり具合を浮かべてましたけどね。 ありがとうございます。はい、どうも。はいはい。また11月とたくさんライブがあります。その詳細は私たちの SNS で、はい、まあ、個人でもねそれぞれやってるので、そこで詳細は発表していくので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思うのですが、はい、なんとその中になんと私たちの、はい、私たちのワンマンライブが、イエーイ、決定。はい、はい、場所はヒルズパン工場です。イエーイ、はいはい、ありがとうございます。パン屋さんではございません。そうです、はい。たまらってくれてる。ハートの話でもさっきね、ナフトスイートのみんなが言ってくれた11月22日に私たちも出るんですけれども、はい、そこと同じ場所、ヒルズパン工場でやらせていただくことが決まりまして、はい、はい、時間などの詳細はまたそちらも SNS、はい、全てで、はい、そうですね、発表していきますので、ぜひ常にチェック入れておいてください。よろしくお願いします。